ジョン・エス・マケインはアメリカ海軍の駆逐艦。ミッチャー級駆逐艦の2番艦。艦名はジョン・エス・マケイン帝督にちなむ。当初は DD-928 として指定された。ジョン・エス・マケインは1949年10月24日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1951年に DL-3 に艦種変更され、 1952年7月12日に、ジョン・エス・マケイン・ジュニア夫人によって、命名、浸水し、1953年10月12日に、ボストン海軍交渉で、艦長、ER ・キング・中佐の指揮下収益した。ジョン・エス・マケインの収益初年度は、大西洋及びカリブ海での海上込み、成長訓練に費やされた。ジョン・エス・マケインは、最新の兵装を装備し、 船体の設計及び構築には最新技術が導入された。1955年6月19日にノーホークに到着、戦術開発部隊と共に新型装備の試験及び戦術開発に従事した。1956年11月5日までノーホーク沖で活動し、その後ハンプトンローズを出港、パナマ運河及びサンディエゴに向かった。 1956年12月4日に到着すると、カリフォルニア海域で5ヶ月間の艦隊演習に従事した。ジョン・エス・マケインは1957年4月11日に最初の極東巡航に出航し、オーストラリアを訪問した後、中華人民共和国と中華民国の軍事衝突を防ぐため台湾巡航に参加した。 任務完了後1957年9月29日にサンディエゴに帰還した。1958年前半に母校が新珠湾へ変更され、続く8ヶ月間を艦隊演習及び対潜水艦船訓練に費やす。9月初めにジョン・エス・マケインは台湾周辺から南シナ海で第7艦隊と共に中国人民解放軍の金門島及び、 バソ島への侵攻に対する防御を支援した。その後も、同海域に泊まり、1959年3月1日に、真珠湾に帰還した。ジョン・エス・マケインは1959年秋に3度目の極東展開を行う。9月8日に出港し、緊張を高まるラオスの沿岸に向かった。10月は、インドのコルカタ沖で活動し、 洪水の被災者に対して医薬品や食料の援助を行った。1960年1月、南シナ海で嵐の中日本の貨物船、新和丸の乗組員41名を救助した。2月25日に新珠湾に帰還し、オーバーホールと乗員の訓練期間を過ごした。1961年3月7日、再び第7艦隊配備のため出港する。 6ヶ月をラオス、ベトナム沖で過ごし、9月25日に真珠湾に帰還すると、ソ連による大気圏内核実験の再開に伴い、ハワイ海域での活動を再開した。数ヶ月後にアメリカ合衆国も太平洋における自身の実験を開始し、ジョン・エース・マケインも実験に参加するため1962年4月27日にジョンストン島に向けて出港した。 続く6ヶ月にわたって、ジョン・エス・マケインは、ハワイとジョンストン島間で、作戦活動に従事し、1962年11月28日に、極東に向けて出港した。南シナ海及び、トンキン湾での紹介を行い、ベトコンと対峙する南ベトナム政府を支援した。さらに、台湾海峡での紹介を行い、1963年6月16日に、 真珠湾に帰還した。対戦水艦戦演習の後、1964年3月23日に、再び、日本及び、フィリピン海域での対戦紹介グループ任務に赴く。この巡航の間に、ジョン・エス・マケインは、シアト諸国海軍及び第7艦隊とともに、演習を行った。8月11日に、真珠湾に帰還し、 その後1965年の春までハワイ海域で活動する。1965年4月15日に DDG-36 に艦首変更され、西海岸へ帰還した。8月に再び新珠湾に戻り、6ヶ月の西太平洋配備に着く。秋にジョン・エス・マケインは南ベトナム沖に移動し、11月24日にベトコンの拠点に対して、 攻撃を行った2日後に香港へ移動し、その年の年末は日本で過ごした。1966年初めに東洋において、さらなる作戦活動に従事し、その後ジョン・エス・マケインは東海岸へ帰還した。ジョン・エス・マケインはフィラデルフィア海軍交渉でミサイル駆逐艦への回収が行われ、1967年3月15日に、 ddg-36 に監視変更された。その後1978年4月29日に退役同日除籍され、1980年1月にスクラップとして売却された。ありがとうございます。